はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日は、マージサバイバル、やっていきたい。さて、なんかイベントが始まっておりますね。海の洞窟探検。イルカさんですね。海の洞窟を泳いでいたら、ゴミの山に閉じ込められてしまいました。流されてきたゴミがあまりにも多くて、これ以上進めません。僕がもう一度泳げるように、ゴミを片付けてくれませんか？ゆかさん。え、なんか新しいイベントだ。え、ちょっと待ってよ。アイテムが有効になっているゴミブロックに移動させ、使用してみましょう。ドラッグしてアクティブに。ちょっと待ってよ。これ一個ずつ削れる感じ？右側のゴミブロックが消えると、次の列の画面外の左側にあるゴミが再度戻して確認することができません。様々なアイテムを利用して、洞窟の中のゴミを片付けることができます。空いているマスに置いて使用します。縦一列のゴミを取り除くことができます。隣り合うすべてのゴミを取り除くことができます。なるほど。多分ナイフは一箇所。で、イルカを救出するためにエココインが溜まります。イルカは、溜まったコインとオブジェクト交換をしましょう。ん？あ、これで助けられたことになるんだね。ほーん。縦一列。これは何回かかかるんだ。あ、なんか、周りが空いてないとダメなのかな。あ、そういう感じね。ん？これは使える。これはどういうことなんだろう。とりあえず他のやつが少なすぎるんだよね。交換するって。適用中。ほう。回収しとくか。とりあえず。ちょっと、ログインしたら新しいイベントが始まってたので。あーっていうね。イベントの画面。刃先がなんか、こうか。で？ん？これどうすんの？なんか、これ。これ、ん？一列使えるっつってたけど、一列使えないんだよな。これなんだろう。何が起こったらこれ進んでくるんだ。これ反応がないんだよね。これは？これはいける。ほーん。
横は行ける。この9分、回復するまでってことかな。なんか、マスが進んでくるまでの、あれがわかんない。一番上をなんかすると、画面が進んでくる。これ難しいな。これしかないか。おお。ちょっと使ってみたかった。一列ってのが、そういうとこに合わせるんだ。これってひょっとしてさ、どんどんマス目を進めて、イルカが現れるまで、ってことか？どんどん進めるべきなんか。ぽいな。何？はて。これどっか空いてないと使えないのか？いや、ここ行ける？おお！そういう感じね。イルカは、網の中にいる可能性があるってこと？なんか今唐突に現れたよね。ちょっと待ってよ、ここ。そっか、開いてないからいけないのか。もらう。で、一列これでいける。いや、これどうなんだろうね。イルカが見えてないのかな、初期状態から。わかんないね。ちょっともう一回使ってみるか。ここの一列。わからん。いや、でも見えるのかな？進めていけば。そう仮定しよう。やっぱり見えるんだ。じゃあこれでこいつを使って、おお、そういうことね。待って、この左の、これ何？この荷物みたいなやつ。いや、わからん。ちょっとやめとこう。こうして。まあ、これかな。いや、待って。一マス。開けて、で、これじゃ、いや、よしよし。やっぱ開けてみないと分かんないのかな、これ。あとは、普通に進めていけばいい？
それはお金をもらえる。いや、この辺とかどうなんだろうね。あとは一気に進めるアイテムがないから、普通に削ってっていいか。なんか、いや、やっぱナイフ欲しいから。これって限界値があるのかな？今、多分21列目なんだけど、何列で終わるとか。そうなると苦しいぞ。あ、いるから。いや、じゃあどこにおるかわかんないな、これ。ゴミの山を崩してみないと。先も見たいし。ナイフないな。なくなった。これをちょっと裏でちょこちょこやっとこうかな。よいしょ。ちょっとルールがいまいち分かってないけど。ね。まず、どういう状況だっけ？あ、これだ。これだ。どうするんだっけ？アイテムが足りてなかった気がするんだよ。足りてなくて、購入。まだ足りてないかな。箱をさ、待ってよ。まずこれはちょっともうどうしようもないから、回収。しょうがないよね。しょうがないよね。ゴーグル、収めるか。あ、スパナ収めよう。ゴーグルも収めるか。ちょっと、今はスペースがきつい。あ、あとこれだ。作ったんすよ。てか前に作れてたのに忘れてた。安全ベストのレベル9ですが、これをね、合成してマックスを作ります。これがマックスです。お、防毒マスク、最終アップグレード。レベル10、汚染された場所でも呼吸ができるようにするマスク。まだ浄化されていないエリアの調査に欠かせない必需品。ということで、まあ一応マックスまで作りましたが、多分しばらくいらない。作ったはいいがということで、麦でこれどうだっけ。足りない。ああ、ワックスにしたかったんだけど、4321になってしまった。もう一個ないか。今日デイリーも違うよね。これでもなんか見るけどにあった気がしたけど、記憶違いだったか。どうしよう。今日じゃあちょっと、なるべくね、マックスにしてからタップしたいんですよ、これは。今日ちょっとメインを進めずに、イベントやろう。イベントと、サブ。個別ストーリーの方ですね。こっち。ね。まず、作っといて、の。謝るの？うん。写真。写真が。許してあげる。お、ちょっと待って、写真が足りてない。多分このままいくともう速攻足りなくなる。
フィルムだ。助かった。ちょっと待ってよ。で、入れるの。入れの。よし。この辺に置いとこう。おままごと大好きをやりたいんだが、恐竜どっからだっけ。あ、そうだ。あと、これ回収してなかった気がするんだよ。これ、これ、これ。ダイヤを回収してなかった。クレパス、レベル5。色とりどりの綺麗なクレパス。大きな箱に入っている。わあ、これならどんな絵でも描けちゃいそう。これでフル回収かな。。こっからだったか？だね。ちょっと待ってね。よし。おままごと大好き。うん。今合成してしまったこの黄色い体力がいる。ここの世界こういうことが起こるからな。じゃあ。あとカバンか。カバンがね。鍵これ作るか。何分待ち？あ、7秒か。よしよし。カバンが多分今日できないんじゃないかな。カバン、あ、できなかった。そうですよね。これの続き作るか。あと何がいるっけ。そう、マックスがいるんだよ、もうマックスがいる。ちょっと待ってね。これでマックスか。初めて作るね。あ、なんで卵焼き花の形にしてるんだろうと思った。卵焼きじゃなかった。あ、違う、卵じゃない。目玉焼きじゃなかった。花の形だったね。レベル5。綺麗な花の形のビーズ。指輪にアクセントをつけるのに良さそう。本当に綺麗なビーズだ。これがあれば最高に素敵な腕輪が作れそう。花の形のさ、入れ物に入れて焼いた卵にしか見えない。美味しそうだなと思って見てたら違いましたね。さあ、どうするかな。絵の方も今特に必要じゃないし、これは25分待機だし、メインをやるしかないのか？でも、あと1日待って。あ、これ忘れてた。探検完了。新規エリアはやってないな。わー、みんなろくなものを。いや、言ってはいかん。みんな頑張ってるんだ。じゃあ、ジョイさんには探検に行ってもらい。これでも今日クリアしたところであんまり欲しい報酬でもないんだよな。あとこれ何時間？ 1 時間とか？そんなにない。ミツバチタイムズやってもいいかな。ワンシートクリアするだけでも結構お金がもらえるし。イエイ。あとは？普段この辺とか見てないけど。海辺の野良猫。アロハ、ハワイの挨拶をしたくなる野良猫。
履いている葉っぱのスカートを揺らしながら歩く姿は、まるでフラダンスを踊っているよう。青々とした夏の景色はもう見ることはできないけど、海を渡り木々が生い茂る島にたどり着くその日を待っている。はあ。あとは特別なアイテムなさそうかな。ぽいね。よし。で、今からどうしようか。ミツバチタイムズやっとくか。せっかくだし。あのね、どうしてもね、この食料品の箱をね、使わずに行きたいんだよね。いや、でも、待ってよ。あまりにもだよな、でもクリア何もしないの。いや、一個まず収めて、ミツバチタイムズやるか。ついでに、54321、これ作るか。ちょっと、コッコって何がいるっけ？水と、レベル3だっけ？小麦の。そうだね。あ、レベル、それか。あ、じゃあ作れたのに。いいや、マックスを作るか。ん？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。使うか。いや、これまだ、いけんな。どれ売る？いや、素直にこれ使うか。いや、リンゴ？いらんだろう。今はいらんだろう。で、小麦粉マックスと、あと水のレベル、トレーっていうか、ボール一杯の水か。あれがいるっけ？ボール一杯の水がいる。この辺は売りますね。いや、これも今いらんかな。困ったな。困ったな。あれ？もうちょっとしたらこれもらえるじゃん。あ、待って、それなら頑張るか。ちょっと先にミツバチタイムズやるか。スパナとか。で、なんとかなりませんか。回収しちゃおう。スパナ作るか。これレベル6だけど、スパナは1個上か。作るか、スパナを。間違えましたね。あかん。久々すぎて脳が錆びついておる。うん。ん？これなんだ？ああ、スパナを作りたいかな。また間違えたダメだ今日。なんか集中できてないな。あかんな。これ売るか。スパナで収める。
なんとかこの次の段階まで持っていきたい。水ボトル製作。受け取るか。いや、受け取りたいけどどうしようか。水はいるんだ。結構苦しい状況だな、これ。いや、でも、ミッドリス、ミツバチタイムスを、やる前に、ネクスト、スパナ。いやー、厳しいな。厳しい戦いだな、これ。藁がいらないかなっていうのはちょっと思ってるんだけどね。うっすらとね。藁いらないか。売るか。え、でもまだ貸そうか。うる。で、スパナを作ります。もうスパナはいりません。あ、待って、この真ん中の靴。いや、これ厳しいな。カマ、ちょっと、あ、イルカ行ってこよう。なんか5回復したから。なんか刃先が当たったところが開くっぽいね。お、これたまたま出たところを、たまたま空いたところをさ、あ、もうなくなった。回収した方がお得かもしれない。あ、こっち行くか。これと、これが三つ、紙の束も、いる。ちょうど良いものに。いや、ちょっと待ってよ。まず一列。で、ここプラゴミが、プラゴミが、オッケー。あと一箇所ずつ。プラゴミが若干出てないな。もうちょい。OK。これと、これ。あとは、売り払う。マージする。OK？ これで？あ、違う、まだ足りない。あと40。40。スポット報酬受け取ってくるか。これ動画編集かけなきゃいけないから、ちょっとそこがきついねっていう。スポット報酬どこだっけ？あった。行ってきます。OK。
で、問題は、これを二つ受け取り、二つ出し、で、これとこれはオッケー。あと40を何としても。いやでも待って、これで収めないと。これだ。制作。で、問題はスペースがきついというね、ただただそれだけのやつなんですが、いけるかな？不安しかない。いや、でもこの時間中に作れんかったらね、次回に回します。いや、出るの偏るね。なかなかの偏り。ちょっと待ってよ。いや、困るな、これ。非常に困る配置。空きもないしな。使う。うわぁ。なぜ先月末の、あ、間違えた、もう。なぜ先月末のね、回収できるときに、倉庫拡張できるときに倉庫を拡張しなかったのか。よしよし、これでまず、片方できた。エネルギーの消費 OK。釜 OK。一回これ使って、あえて偏らせることで、ほうきを作る。もうこれしかないっしょ。他にいい手があったら教えて。で、もうちょいでできるよ。やっと。結構この緑のほうきレベルが高いんだよな。で、鎌。今度は鎌作るっていう出現率じゃなかったな、これ。お金がちっともたまらんのだ。恐ろしいことに。よいしょ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 。やっこ、まだいけるか。そろそろ厳しくなってきたかも。いや、本来このスペース量でやることじゃないんだよね。で、そろそろこっちを。いや、こっち行けるか。あ、いや、出にくいな、これ。
厳しいな。必要なものが出ない。これでカマ。で、収める。うん。で、今度はこっち。ああ、終わった。厳しいなぁ。1回復だけしてくるか。あ、やっともらえてる。そうか、エネルギーを消費する。いや、待って、あと15。あと15。回復してきます。オッケー。どっちを犠牲にしますか？こうかな。だいぶ無駄遣いをしている。残り。でも結構、あ、もう一回だけ行ってくる。オッケー。そろそろここも切れるんだよな。どう考えても。もう時間の問題だ。いやー、切れた。いけた？よしよしよし。これでね、受け取って、合成。これでマックスだね。オッケー、やっと。長い戦いだった。これここに置いとくか。で、パンを。あ、カップヌードルを。で、パンだね。パンって、これ獲得。これでパンが出せるはず。フィールド上にないよね。フィールドっていうか盤面上に。じゃあこれ、まさかのよし。いや、今度こそこうです。おやつを食べる。よし、クリアできましたね。クエスト完了。これやったらね、終わっとこう。終わっとこう。一個だけクリアできたということでね。というわけで、デイ9のパート7。見張り台の上に登れるはしごを立てよう。よし。もう今日は思い残すことはない。シード、金槌を取ってきて。ワンワン。よしよし。偉いね。金槌を把握している。すごすぎる。シード？イーデンの言葉がわかるの？もちろんですよ。シードはお利口さんなんですから。ね、シード？ワンワン。よいしょ。シードが工具を持ってきてくれたおかげで、無事に完成できました。本当に賢いわね、シード。こんな賢い犬がいるものかしら？ふむ。元の飼い主が何者だったか気になるわね。研究者としての目線が。あ、固定する。収めちゃった。水分補給、手入れする。これが消えている。まだ大丈夫か。
ジョイさんの方どういう状態だっけ。あ、そっか、30分経ったのか。30分経ってしまったんだな。急に鍵が出るじゃん。あー、まあいいや。いるのはこれ二つだから、残りはまあ、合成しちゃってもいいか。いいや。で、待ってよ。50受け取っとこう。忘れちゃうから。受け取り。なんか受け取り忘れると、いつも、広々とした正解にどこから流れてきた大量の海のゴミ。新機械の海の洞窟探検イベントに参加して、海の洞窟に閉じ込められたイルカを助けてください。ストアからアップデートお願いしますと。あ、キャンプ用ナイフは10分ごとに1個チャージされます。30個で限界。あ、で、ボードで50回マージすると、そんなサバイバル用ナイフじゃない、キャンプ用ナイフが1個もらえると。ブロックが1つでも除去されると、画面が自動的に、あ、左にスライドしていくやつね。あ、そういうことね。わかった。とはいえ、そろそろ時間だ。丸太出る？あ、ギリギリできた。よし、材料の準備。うわーっとやりづらそうなやりづらそうなやつ。あ、ちょっと待ってよ。これ全然マックスとか作れてないんだよな。いや、まだいらないんだろうけど。いや、でも邪魔だから売っとくけど。ね。手入れする、水分補給を整える。まあ、手入れするかな。まずナイフ作るか。ナイフ?ちょっと待って、急に景気よく、あんまり必要じゃないものが出てくるっていうね。手入れする。で、あとは、またナイフ。またナイフ。この辺は売るか。本当はちょっとこれマージして、どうかしたい。たいけど、あとはこれも出にくいよね。出にくい選手権では割と上の方だ。単純にライター2個、マッチ4本って考えると枝いらんかな。この辺もちょっと邪魔だったら売るか。お、出た。整える。あとは水分補給なんだけど、身受け取りにはなかったよね。売るか。マッチはちょっと考えよう。これ出したはいいけど、困ったなっていう。スペースだけが圧迫される。水分補給。もうこれ次回でいいかな。次回収めたところからスタートしようか。あと裏でこの辺はね、ちょっと頑張ってやっておこうかなと思います。というわけで、本日はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信で
お会いしましょう。ちょっとこっちも進めたかったけどね。あんまり進まなかったね。あ、そう、体力ないのか。残念。まあ、まあいいや。ここまでで。では、失礼します。